はい、こんにちは。バーチャルぬるま平です。はい、今日はですね、本気でイラストを描いてみたいなと思います。はい、昨日の動画でね、うん、あの三色マーカーチャレンジみのりんさんとやったんだけど、うん、あれで予想以上にちょっとパパ褒めていただいたので、うん、ちょっと調子になっちゃおうかなと思って今回はパパね、ドラゴンボールのスーパーサイヤ人孫悟空を本気で描きます。で、えいしんくんはカブトムシを本気で描きます。あ、そうだね。三色マーカーチャレンジじゃないですね、普通に色をね、うん、塗っていいってことでね、うん、やっていきたいなと思います。うん、じゃあ下書きから描いていこうか。はい、えいしんくんはもう結構カブトムシ描いてるけど、もう、もう足です。もうほとんど体の部位は分かってる。どこにどういうものがあるかとか、うん、中身は嫌だけど、うん、外はもう知ってるね。中身はね、中身気持ち悪いから、実際見たことないしね。ちなみに今カメラに映っちゃってるかな、このカブトムシの目の上ら辺に脳みそがあるらしいです。あ、脳みそあんの？一応虫でも一応ね、小さい脳みそがある。あ、そうなんだ。脳あるんだ。じゃあ一応思考してるってこと、うん、考えてるのカブトムシも。一応そうなんだよね。そうなんだ、これは意外だな。本当に、うん、アンテカのこの前毛がすごい難しいとか、やっぱ下手くそなんだよ。あ、そうなの？そう、なんかね、右側ね、右、この顔の右側はちゃんと描けるけど、左側は描けないとかね、あるね。え？わお、上手。結構あるんだよね、そういうこと。昔からの癖なんだよな、多分。だからパパね、実は正面の顔は描けるけど、うん、あと右向き、うん、は描けるんだけど、左向きの顔が描けないの。あ、全然違う顔になっちゃう、うん、鳥山明先生風にのイラストしか描けなかったから、うん、だからそれでまた別のキャラを作ってたって感じだよね。なるほど、うん、だからよくあれだったよ、中学校のね、うん、ノートとかにね、うん、あのノートの端っこに、うん、漫画描いてたよ、ここ初めて知った。そりゃそうだよね、これ衝撃でしょ、うん、パパは授業サボってたんだってね、うんうん、ちゃんと授業はもちろん聞いてたよ、もちろん聞いてたよ。まあ、それそうじゃなきゃダメだよね。もちろん聞いてたよ、当たり前じゃないか。いや、それ聞いてなきゃダメだもんね。先生に怒られるよ。だってパパはあれだもん、一回ね、先生にそのイラスト見つかったことある。やっちゃったね。パパはね、こうやってね、うん、ノートの端っここうやって手で押さえたの。こっちに、ここの端っこにこう漫画描いてね、うん、こっちにノート取ってこうパッとこう先生が来たらこう隠したの。そしたら先生にこうやってこの手はなんだってでーってバレちゃった。あカブトムシの中にゲンゴロウの仲間っているじゃん、うん、あれさ、水の上にプカプカ浮かんでるさやつがいてさ、うん、そいつね、なんかそいつ新事実でね、目が4つあるんだよ。え？最近分かったの？いや、最近じゃないけど、昔から分かったんだけど、でも目が4つもある。キモくない？空中用と水中用っていう。あ、本当に？そう、だけど、上と下しか見えなくて、あ、上と下と右と左しか見えなくて、前が全然見えないから、うん、お先真っ暗でも何も分かんないっていう。あ、そうなんだ。はい、じゃあ2人とも下書き終わったんで、清書していきましょう。い本当はミノリンさんが描くスーパーサイヤ人孫悟空が見たかったんだけどね。ルーレット出なかったからしょうがないんだけどさ、うん、まあ女王でもいいんじゃないかな。まあそうだね、うん、すごい上手だったよね、うん、女王だけにね。いやー今言った女王デッキーだったよね、本当にね。あー完全にネタ取られたわ。ごめんごめん、言おうとしてた、うん、言おうとしてたから。はい、じゃあ清書も終わりましたんで、こっから色塗っていきましょうか。うん、色はね、今回は自由に使っていいからね、はい、じゃあね、この茶色使おうかな、うん、制限がないからいいね、うん、あのさ、うん、今国立科学博物館でやってる昆虫展行きたいね。あ、そうね、行きたいね、うん、ね、ヤンバルテナガコガネっていう手が長いコガネムシのホロバージョンがあったりね。なんかホロバージョンって言ってるよね、うん、基本中の基本のね、うん、巣があったり、他に新種の蜂があったり。新種の蜂？そう。それで、まあ多分もう終わっちゃったかもしれないけど、うん、その新種の蜂に名前をつけるイベントが
あ、そうなんだ。そう。あ、そうなったんだ。当選して、うん、自分の選んだ名前が選ばれたりしたら、うん、もうその名が永久に残るっていう。マジで？そんなん知らんかったわ。ま、本当に。そう、こんなのがあった。それやっとるべきだったかな。うん、じゃあその新種の蜂はどんなやつかっていうと、うん、新種の蜂でしょ？そう。新種の蜂じゃない。新種の蜂だ、うん。青いメタリックのカールなんだって。うそ。でそれ昆虫店に展示されてんの？そう。まあ、たった一匹だけど。それ見たいね。そう。それすごくない？すごい。それはすごい、見てみたい、うん、今度全国昆虫館巡りね、うん、行くんだけど九州九州ね、うん、どこだっけ長崎か長崎だ、うん、長崎でその後、結局は熊本に、そうそうそう、実家ね、うん、かかわー、なんかブロリーみたいな感じだわ。あ、そうだね、ブロリーみたいだね言われてみればそうだね、ブロリー話は少し変わりますけど、うん、エジン君、間もなくギター教室の発表会ですね、うん、準備はできてますか？はい、んできてます。勢いはすごい、いい返事だったけど、うん、大丈夫？結構緊張してるんだよね。結構緊張してる、うん、うん、そうだよね、初めてだよね、うん、ギター習い始めて、うん、YouTube ではもちろんあの発表したことあるけど、それは誰にも誰も人がいないっていうかさ、パパしかいないからさ、うん、そうそうそう、うん、全然緊張しなかったんだけど、そうだよね、緊張感がまるで違うよね、人が、うん、お客さんが目の前にいるっていう発表会は初めてだもんね、うん、そう、今まで実はやってこなかったんだけど、うん、あの先生もね、まあ、YouTube で、うん、あの動画投稿しても知ってるから、うん、だからまあそれが発表会になってていいんじゃないですかねっていう話だったんだけど、うん、今回は初めて、うん、楽しみではあるけど緊張でもある、うん、パパはすごい楽しみにしてるよ、うん、なんでかっていうとエイジン君の練習風景、この前のリハーサルもね、エイジン君見せてくんなかったから、うん、恥ずかしくて見せられなかった、見せ、うん、見てほしくなかったんでしょ、うん、本番のお楽しみみたいな感じだったよ。そうか、こんな感じかな、うん、はい、ということで完成しました、まずはエイジン君のから見ていこうか、うん、はい、エイジン君の本気のイラストはこちらですね、うん、この昆虫の森のフィギュアをイラストにしたい、うん、この棒は何ですか、これこの棒はもうフィギュアって感じにして、あー、そういうことね、これで台にしていく、で、この後ろの線は何なの、これは速いぜって見ててる棒がついてるのに、うんちょっと矛盾点があるけども、うん、羽を広げてるのね、そう、うん、で、頭の角がはみ出ちゃってるね、うん、それが惜しかったかなとパパ思うけど、もうちょっと真ん中にかけたらよかったね、うん、最初の下書きの時点でさ、あの、だいたい丸とか書いてさ、うん、この辺に書くって決めないと、あー、まあいいけどね、動きがあっていいかもしれないけどね、うん、平人君にしてみたらこれは初めてじゃないかな、うん、斜めアングルなんだね、そう、真横とか真正面とか真上じゃなくて斜めアングル、こんな感じね、うん、初めて挑戦したね、うん、よく描けました、はい、はい、ということで私のスーパーサイヤ人孫悟空ですね、うん、まあ、ちょっと元絵見て描いたんだけどこんな感じです、うん、はい、どうでしょう、いいんじゃないかないいんじゃないかなってレベルかな、あの飛んできてる感じだね、うん、なので色分けもよくしたつもりなんだけど、あの黄色がね、あの少なくて、この元のこの明るい黄色の横にグリーンを足しちゃいましたね、はい、なのでちょっとさっきも言ってたと思うけど、うん、ブロリーみたいなちょっと若干ブロリーっぽい悟空になっちゃいましたかな、うん、ああ、まあでもよく描けた方じゃないかなと思いますね、うん、周りにドラゴンボール描いてもよかったんじゃないかな、ああなるほどね、ドラゴンボールね、うん、はい、ということで今回ですね、本気でイラストを描いてみました、はい、ダイソーで買ってきた100円のね画用紙なんで、うん、あの昨日の動画でミノリンさんも言ってたけど、ちょっと吸いやすいんだよね、うん、なのでちょっともしかしたらもうちょっと本格的な、うん、あのコピック用の用紙とかあるのよ、ああ、あるんだ、そうあるから、それをちょっとやって書いてみたいなって気持ちにはなりました、うん、はい、
もしね、こういうキャラを本気で描いてほしいってリクエストがありましたら、ぜひコメント欄の方でコメントお願いします。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。